3月3日金曜日は日本アカデミー賞、今年で40回目の授賞式が行われます。そこでズバリ今年の優秀作品は何を直球インタビュー。もう君の名はですね2回見るほど、2回見ても泣いてしまいました。2回目も泣いてしまった君の名は見ました。感動して泣いちゃった感じですね。あ、これはあれじゃないですか、君の名はじゃないですか。先輩とかなんか何回も見に行ったりする人がいて、やっぱ君の名はですかね。え、でもこの世界の片隅もなかなかいいですよね。もうシンゴジラ激推しですね、はい、激推し。あまり今までアニメとかも見なかったんですけど、そこから派生してエヴァンゲリオンとかも見るようになったので、あの本当にベスト級の、はい、一本だなっていう風に、はい、印象強く残ってます。この中で見たことあるのがシンゴジラ一緒に見てロキオンとかも結構気になってたんですけど、シンゴジラ見て、でもすごくあのキャストも豪華だったし、すごく話題性もあったので、なんか受賞してもおかしくないんじゃないかなっていう。君の名は人気君の名じゃないですかね。未だにずっと劇場で見てる、なんか見かけてるから、さすがだなって。君の名は、君の名はえ、してほしいです2回見に行きました。2回も。私すっごい感動してもう泣きすぎて3日間目腫れてました本当にすっごい泣きました。